データベース統合化の取り組みと NBDC で提供するサービスということで、今日私は先ほどご紹介いただきました4機関の中の NBDC のパートをやります。で、NBDC はですね、まず中村先生のお話もありましたように、一応そのファンディングをしたりとかいうことがあって、一応取りまとめ的なこともやりなさいみたいな、そういうセンターになっております。で、私は美濃和といいますが、バイオサイエンスデータベースセンターに所属もしてるんですけれども、実はさっき紹介があったもう一個の DBCLS というところにも所属していて、で、そちらとこちらで、広報とか、あとちょっと後ほど紹介します人に関するデータベースデポジトリですね、そういったところの仕事をしているものです。よろしくお願いします。まず目次、今日こんな感じでお話を進めていきます。データ駆動型科学とデータ共有をめぐる国内外の状況、それから NBDC の当初の取り組みについて、で NBDC で提供している主なサービスについてちょっとご紹介して、それからさっき言った人に関するデータ関連のサービスで、その他にちょっと役立つサービスがいろいろちょこちょこありますので、そういったものを簡単にご紹介してということで進めていきます。科学におけるパラダイムシフトってタイトル、このあれなんですけれども、科学 の、 その、手法として、もともと観察された結果を自然の原因により説明する、実験をやって、なんでこれがこうなってるのかっていうことをやるっていうのが、もうそもそも科学の始まりだったんですけれども、そのうち今度はじゃあもしかしたらこういうふうになるはずだということで、それに対する仮説を検証するための実験をするというような、理論的な、科学っていうのが次に出てきました。でその次は今度は大規模かつ緻密な計算によるモデリングとか、そういったことをすることでシミュレーションをすると、それは計算機パワーを借りてですね、そういった段階になってきて、今はもうとにかく膨大なデータをとにかく取ると、でそこを出発点としてその関係性を、またこういったコンピューターパワーももちろん必要なんですけれども、そういったものをベースにしてやるというようなデータマイニングというような手法が出てきていて、それが今第4の科学と呼ばれているものになります。データをとにかく取ってから、それから科学的発見を行うというのがこの第4の科学というものです。でとにかく そういうふうになってきたことで、研究スタイルが変化してきているわけですね。で従来の研究スキームは、さっきの2番目に当たると思いますけど、仮説を立てる、それから研究をデザインする、それから資料を収集して立証していくというのが、科学的なこう研究のやり方で、それで最終的に皆さん研究者の方は論文によってそれを成果を発表するという形なんですけれども、それに対してデータ駆動型の研究スキームというのは、まず資料を収集、まずそのベースとなるような資料を収集することが必要で、それに対してそのデータを取得して、そのデータを集積して、それを処理することによって論文化していく、こういった形になっていくわけです。でその際重要なのは、データの算成コストを下げたりと解析コストを下げたり、データの保存コストを下げたりというようなことが必要になってくるんですけれども、こう集約的にやればこういうこともある程度実現できるということで、こういった形の科学がどんどん今のところ進んできています。でその背景にあるのは、もちろんそのデータ爆発って名前ちょっと聞いたことあるかもしれませんけれども、そういったものがあるわけですね。でもうゲノムの配列どんどん決まっているのは皆さんご存知だと思いますし、それからコンピューターの性能自体も非常に伸びています。ムーアの法則っていう法則があるんですけど、それはなんか伸びがどんどんこうなっていくよっていう予測があったんですが、それをはるかにこう超えるようなコンピューターの性能の伸びが見られています。でそれから全世界では数万を超えるゲノムプロジェクトが進行中、もうとにかく研究協力者の方に集まっていただいて、ゲノムをとにかく読んでしまいましょう、でそれから集団に対していろんな仮説を検証していきましょうということをやっているプロジェクトが多数進行しています。で今はゲノムってお話をしているんですけれども、それ以外に画像を撮ったりですとか、動画を撮ったりですね、行動学みたいなこともありますけど、それから、一般的にこう社会的なところでいろんなモニターがあるじゃないですか、ああいうものもいろんな、研究に生きていくというようなことにだんだんなっていきます。で知識爆発、論文数もこれパブメドの件数とかですけども、簡単に2000万個件超えてますし、それからオープンアクセスみたいな論文をみんなが論文成果をみんなが見られるでしょうという、そういうムーブメントも非常に拡大してきています。でデータベースというそのデータの集めたその場所というかそのものですね、それについてはどんな数があるのかなというふうに見ていくと、世界ではだいたい1万ぐらいあると言われているし、日本でももちろん1000は超えています。
それから解析ツールなんかも2000は超えているというふうに言われてますし、内容も非常に多様化していて、複雑になってきているということです。で、まあ、それひっくるめて言うと、まあ、ライフサイエンスというのはもう今ペタっていう10の15乗のオーダーの時代に突入していると言っていいかと思います。で、先ほど の, そのデータ駆動型研究スキームっていうのはありましたけれども、最終的に、論文として皆さんが成果を発表するということで、ここがオープンアクセスの、先ほども言いましたお聞きになったことあるかと思うんですけれども、もともとその商業誌に論文を発表する、まあ、その一流の科学ジャーナルって、まあかそのまあ、いわゆる商業誌なわけですね。で、その商業誌 に発表するとなると、その商業誌の値段がどんどん上がってっていう独占状態があったので、誰でもアクセス可能な状態ではなかなかならなくなったということもありまして、自分たちのデポジトリにオープンするとか、あるいは著者が払うという形でオープンアクセスというのが最近まあ、流行りというか、そういうやり方で出版することが多くなっていますけれども、それに加えまして、これ の, その論文の根拠となるデータ、ここへアクセスできる、その第三者がアクセスできるように、それを担保するということで、第三者の利用可能とするオープンデータという言い方が最近出てきています。で、こうするためには、まあ、こういったデータをちゃんと置いとく場所とかが必要なわけで、そのデータベース化の必要性があるんですけれども、まあ、どん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 データが大きくなっているということで、その器も大きくしなきゃいけないし、それを検索する仕組みもうまいこと作っていかなきゃいけないとか、そういったことでビッグデータへの対応がどんどん必要になってきたというのが、最近 の, スタ状況です。で、海外では先ほど言った、まずその論文をオープンにしていくという動きですね。それについてはオープンアクセスという動きはいろんなところで出ています。これは NIH が出している、パブリックアクセスポリシーというものですね。で、まあ、NIH のファンドでやった研究はちゃんとオープンにしなさいよ、その成果をみんなが見られるようにしなさいよということを、まあ、必要と言われていて、まあ、パブメドは皆さんアクセスして使われていることいっぱいあると思うんですけれども、中にはその、本部のところまで全部見られるようにオープンにするとかね、そういったものをやっています。それから、学会誌などはそういうことにちゃんと協力して、まあ、一定の期間過ぎたらちゃんと、オープンにするということに協力しているとか、そういうことで NIH のファンドは非常に、まあ、ファンドを出すという非常に強力な機能がありますので、こういったことをある程度強制的にやるということができています。で、それ以外に、英国の方でも同じようにこのファンディングエージェンシーで、ウェルカムトラストというのがあるの、名前聞いたことあると思うんですけれども、ここも同じようにオープンアクセスに対するポリシーを出していますので、同じようにウェルカムトラストがファンドを出したものは、公開してしなさいよということをちゃんとやりなさいということをここで謳っています。で、同じように、まあ、これも、英国の例ですけれども、リサーチカウンセルというところがやっぱりオープンアクセスについてこういうポリシーで、ここもやっぱりファンドを出しますので、こういったところからもちゃんとオープンアクセスをしなさいという、こういう動きはもういろんなファンディングエージェンシーから出ているところです。で、さらにですね、NIH に関してはこれは昨年の8月に出たポリシーなんですけれども、それまでも NIH はその論文の元になるデータもちゃんとデポジットしなさいよということを常々言ってたんですけど、なんかあまり効力がなかったんですね。それで、昨年の8月に、まあ、ちょっと合理化した感じで、まずとにかくゲノムに関してはこういった形で、シェアリングするということをちゃんとしなさいということをかなり明確に打ち出してきました。で、ここは人だけじゃないんですけれども、ノンヒューマンのものを含めてゲノムデータを、まあ、研究のファンドを与えたところで読んだら、もうとにかくそれ生のデータすぐデポジットしろというようなことが書かれています。で、それに加えて GBAS のデータですね、ゲノムワイドのアソシエーションスタディのデータとか、あとは SNP のあれのデータ、そういった、まあ、ゲノム関係のデータについてはこういった形でちゃんとその読んだもの、その機械から出てきたもの、そういったものをデポジットする。で、そうするとそれを第三者が見て使うことができるということで、こういうことを具体的に昨年の夏に打ち出しました。で、じゃあ日本ではそういったオープンっていうことに対してどうなのかなっていうふうに考えますと、実はですね、2013年の6月に G8 の科学大臣会合っていうのがありまして、そこで共同声明をしています。論文のオープンアクセス化に加え、まあ、研究データのオープン化をというようなことがスローガンなんですけれども、これにちゃんともちろん日本も加わってるんですね。だから、まあ、何かやらなきゃいけないという状態にもありましたので、まあ、世界的な議論が加速している中で、昨年の割と年末に向けてですね、内閣府で検討がされました。それが
国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会っていうものなんですけれども、まあ、ここで何回かこう先生方はいろんな専門家の方を集めて話を聞き、最終的に3月の末にはここからレポートが出てまして、こういうふうに進めるべきというようなことが打ち出されています。これが日本の政府レベルの一応方針を示したものになります。でそこにあるのは公的研究資金を用いた研究成果、論文とか生成された研究データ、だからオープンアクセスとオープンデータ両方ですね、について科学界もとより産業界および社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にして、知の創出に新たな道を開くとともに効果的に科学技術研究に推進することでイノベーションの創出につなげることを目指した新しいサイエンスである、これがオープンサイエンスであるという定義をしています。さて、ライフサイエンス分野におけるデータをみんなで共有することの必要性みたいなことについてちょっとお話をしたいんですけれども、ライフサイエンス分野って分野でその中に非常にいろんな生物種も多様だし、それから扱っている分子種とかもすごい多様だしということで、非常に多岐にわたっているわけですね。でかつそのデータベースを施行した各種の大規模なプロジェクトっていうのがどんどん行われている、その中に多額の研究費が積み込まれているわけで、そうなんですけれども、そこで生み出されたそこで生み出される成果の第一義的なデータ、第一義的な成果っていうのはデータなんですけれども、そういったものがたくさんある生まれているはずだということなんですが、そういうものはなかなか出てきていません。で、仮説駆動型からデータ駆動型にこうやって変わっていくっていう状況もありますが、データや知識がそういった形でいろんなところに分断して断片化している状況がありましたので、そういうのをやはり共有したり統合化したりすることによって、イノベーションを進めていくということが非常に重要になっていっています。で、データベース、例えばどっかでデータベース作ったけど公開してる、それでいいじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、例えばそこ行って検索して一部だけデータを引っ張ってこれるだけだとやはりなかなか不十分で、そのデータが一括でどっかにあったり他のデータと一緒にマッシュアップすることで、違った使い方とか違ったアイデアによる検索化の解析の仕方とか、そういうことができるような、そういう使われ方がなかなかできないような状態になっていたので、そういったことはやっぱりイノベーションを進めるためには不可欠ということなので、それをやっていく必要があるということが、特に生命科学についてはいろんな多岐にわたっているところからそういうことが必要だというふうに言われています。で、だから私たち その国によって残念ながら統合データベースのいろんな問題点がこういうふうに指摘されているんですけども、DB が散在していて所在情報とか利用方法がよく分からない、たくさんあるのにどこに何があるのかすら分からないような状態があるのと、それからなんか似たような名前のものがやっぱりあるんだけれども、どれ使っていいかよく分からない、で中身が何であるかということがはっきりパッと見に分からないので、分からないということも問題になっています。それから、データベースそのものにやっぱりちゃんと説明が書いてあったり、そのデータのデータそれぞれがどういう意味があるデータなのかということがちゃんと分からないと使いようが、第三者が見て使いようがないんですけども、そういうことをなかなかする人もないしということで、そのデータベースそのものがあんまり使い勝手が良くなってないっていうのがありますね。だからあと、さっき言いました大型プロジェクトいっぱいあるんだけども、その公開自体が不十分だったり、共有して使うことができなかったりします。でバラバラに管理されていて、そのいろんな一緒に使うことができないということもあるんですけども、なんかおしなべて見てみると、その日本の国には各プロジェクトを推進する先生方はいたんですけど、じゃあこういうふうに全体的にデータベースこうやってやっていきましょうと、日本の全体のためにやりましょうというリーダーシップを取るようなちょっと中核センターがもともとなかったんですね。でそれを解決するために統合データベースプロジェクトというのが発足したのが、この前ですね、平成18年の途中から、プレリミナリーに、そういった試みが始められました。これちょっと年表を簡単に書いてあるんですけども、この中で、文科省でまずはじめその統合データベースプロジェクトっていうのをやりましょうということで、先ほどの問題点をいろいろ解決するためにプロジェクトが始まったのが18年の途中から始まって、19年から本格的に始まってということで、それが、右の方に書いてある文部科学省統合データベースプロジェクトを開始ってありますが、時期を同じくして例えば農林水産省さんも、データまとめていかなきゃいけないよねって、いろんな生物種のデータをお持ちなので、そういったデータまとめていかなきゃいけないというのに必要性も感じていらっしゃいましたし、それから経済産業省とかでも統合データベースプロジェクトとかいうのが始まっています。
であとあの厚生労働省も今この年表の中には書いてないんですけれども同じように、医薬基盤検査当時の医薬基盤検査ですねの方でそういうデータベースを集めていきましょうというような試みを始められていたのが大体この辺りでこう順々に始まっていて、まあ、いろんな省でこういうことをやり始めたのでということで、まあ、日本の国全体で進めていきましょうというような流れになってきました。で統合データベースプロジェクトに関しては実はこういうサイトを1回作ってあの公開していました。今も実はこのサイト生きてるんですけれどもあの後でお話ちょっとしますが、NBDC あの、JST の、 あのセンターの方に、この旗振りをやる機能は一応移しましたのでこのポータルサイトは一応中身的には全部その NBDC のサイトにまたこれも後ほどご紹介しますけどこちらに移っています。統合データベース整備のロードマップということで実はこの準備段階というところがですねあの今お話ししたような文科省でとにかく統合データベースプロジェクト始めましょうと言ってやってた4年ちょっとの期間になります。でその後実はもともと JST の中に、バイオインフォマティクスセンターというセンターがありまして、まあ、バイオインフォマティクスのことを推進するいろんなさまざまな施策をするセンターだったんですけどもそこがありましたのでそことその統合データベースプロジェクトの成果を一緒に合わせていきましょうということで、2番目の統合データベースセンターここですね、ここを何かちゃんとしたものをもう一回作りましょうということで平成23年4月1日に新たに作りました。で実はこれがあなたからご紹介する NBDC というものになっていまして今はちょっとその第一段階はもう終わっているんですけれども新たなあのここまだ新たなって書いてあるんですけどこの初め考えてた時はなんかそういうふうに段階的にやっていくみたいなことを考えたんですけど、まあ、一回 NBDC でそのあのやらせていただいていてそのまま今もこう引き続いてやらせていただいているような状態になっています。先ほどご紹介したこの4つの機関ですね NBDC と DBC です。それから後からいろんなお話させていただく DDBJ や PDBJ という機関がありますけれども国内にじゃあこんなに4つも何いろいろあるわけっていうふうにちょっと思われるかもしれません。で確かにあのやっぱりまたこういうふうになってるとどこに何を聞きに行っていいのかよくわからない状態になるので、まあ、今回それを一つは解消する意味もあってこういう形でなんかこう一緒にやりましょうっていうことの始めなんですけれども実はその DDBJ っていうのはその国内でその配列情報を集めるという役割以外にあの世界的なその枠組みの中で動いているという形があります。でこれはあの INSDC インターナショナルヌクレオタイドシークエンスデータベースコラボレーションというんですけれどもこれが日本は DDBJ それから米国は NCBI ヨーロッパではエンブル EBI というところがそれぞれのところをこうハブのようにですね、配列情報を集めるというようなことをやってましてお互いにデータを交換することで全世界どこに行っても同じデータにアクセスできるような状態にするというワールドワイドなデータベースの構想をやっています。それがこの INSDC という取り組みです。で DDBJ は日本の、あのパートですねになっていますのでそういった重要な役割があります。で PDBJ さんも同じようにワールドワイドなあのプロテインデータバンクという枠組みがありましてこれの中の日本 の、 あの大きなハブとしてこう存在しているわけでそのワールドワイドにやっているというところの役割を担っているのはこの2つのセンターですね。まあ、それでも、まあ、日本の中でその生命科学に関するいろんなデータベースデータ の、 あのツールとかそういったものをあの皆さんに使いやすくあの提示していくためにはなんかこの4機関が何かこう一緒にできることはないかと思って今回 の、 この国内的な連携を始めようかなということで、まあ、それがこれ、まあ、第一弾みたいな感じかなと思うんですけどこういう勉強会をさせていただいています。でそうですねでじゃあ次に、JST と NBDC の取り組みについてということでここからちょっと、またちょっとあの組織的なお話でちょっとつまんないかもしれないけどちょっと聞いてください。科学技術振興機構という名前さっきから言ってますけどもこれ JST ですね。でいろんなミッションがあるんですけれどもこの中にあの知識インフラの構築っていうのがあります。であの このミッションに従ってこのバイオサイエンスデータベースセンターっていうのがあります。JST の中の一つのセンターで、まあ、2011年の4月に設立されました。まあ、ミッションは一言で言うと生命科学分野のデータベースを使いやすくするということなので、まあ、その中でいろんな、まあ、研究開発戦略の立案とかデータベースの充実ももちろん必要なのでこういうことをやってます。
データの公開をするとかですね、あとまあ国際連携で、国外で同じような取り組みをやっているんだところと連携して、今やもうインターネットはワールドワイドにどうせつながっていることなので、データも英語化さえされていればですね、どこからでも見られる状態になりますので、そういったので国際的な、活動をしているところと足並みを揃えていろいろやる必要もありますので、国際連携のことも図っています。でその中で基盤技術開発とファンディングプログラムっていうのが、その次のスライドに書いてあるこういった取り組みになります。基盤技術開発のところが実はその DBCLS ってさっき何回か名前出てますけど、ここがやっています。統合化をするのに、今までみんなが取り扱ったことのないようなそのヘテロなど情報だったり、それからボリュームもかなりのいろんなものがありますので、そういったものを統合化していくというのはちょっとなかなかじゃあぐちゃって集めればいいじゃないってそれで終わらないところがありますので、そういった技術的なところを一応開発するという役割を私たち の DBCLS のところが担っています。でそれ以外にそのファンディングプログラムというのをやっていて、分野ごとにデータの統合を進めるためということで、お渡ししたパンフレットの中にもこの図があるんですけれども、ちょっとこのスライドはやっぱりちょっと見にくいので後で見ていただければと思いますが、いろんな分野の先生方がいます。でここに実はその中村春樹先生のところの PDBJ も、そのファンディングの中の一つで一つ大きな核として存在しているということになります。で私たちが目指しているのはその連邦型統合 DB ってちょっと聞き慣れない名前かと思うんですけれども、NCBI はですね、データを全部自分たちのところに全部持ってくるっていうやり方をしています。とにかく自分たちのインハウスでデータベースを持ってます。でそれを使っていろんなサービスをしているわけなんですけれども、やっぱりこういろんな先生方がやられているデータベースを全て一箇所に集めるっていうのが、別にそれは必ずしも解決することにならないんですね。どちらかというとその異なったいろんな種類のデータをどうやってつなげるかということをやっぱ考えることの方が重要で、それは分散してそれぞれの先生のところで置いていっていただいても、例えば検索したりとかする窓口がちゃんと整っているとか、検索するためのデータが整っているとか、そういうことの方が重要なので、むしろそういったことをベースにこちらのところで技術開発をして、先生方には基本的には分散としてデータを持っていただきながら統合データベースをバーチャルに実現するみたいな、そういった方策を取っています。でじゃあ生命科学分野のデータベースに対する要望は、としてちょっと具体的にブレイクダウンすると、大体この3つぐらいにまずは、初期段階には、集約されるかなということで3つ挙げてあります。まずどんなデータベースがどこにあるのかというのがよく分かんない、もう誰かが作ってるかもしれないけど自分が知らないだけかもというようなことがあります。で2つ目には複数のデータベースの中を横断的に検索できないか、これがさっきのバーチャルな統合の一つのやり方なんですけれども、そういったことができればそのデータベースにわざわざ行って検索する必要がなくなるので、そういったことできないかということが一つです。それからあとは自分のところでダウンロードして自分のなりの解析をしてみたいんだけどデータセットを取得するということができないかということで、こういった大きな3つの要望がありますけれども、それの一つ目に対しては、データベースのカタログということで私たちのところで一つ解決策を提示しています。で二つ目のには、DB の一括検索というやり方をご提示していますし、それから最後もやはりデータの一括ダウンロードできるようなサービスを紹介しています。これについてはちょっと後ほど順々にご紹介しますね。でそれからそれ以外にこのデータを利用する際の問題点ということで、どのようなデータが入っているかよくわからないということがあるんですけれども、こういうことに対しては、データのフォーマットを標準化してどこにどういうことが書いてあるかを分かりやすくするのが一つと、あとはデータの説明をちゃんとどういう項目が書いてあるかということで標準化するということが必要になってきますので、こういった取り組みもやっております。それからあとは求められるデータが入っているか本当にあるのかというようなことなんですけど、データを集めるための仕組みをいろいろ考えていて、一つにはその公的な研究には帰宅を義務付けということで NIH のようなそういうやり方をやっぱりやっていかなきゃいけないんですけど、これについてはやはり私たちだけがくださいくださいと言ってもなかなか集まるのでもないので、これについては省庁の方たちにもご協力いただいてあるやり方をやっています。後でご紹介できると思います。それからもう一つはね、どのように使って良いのかわからないと、データはそこにある、なんか有用そうなんだけど、もしこれ使って、自分が研究またはそのなんかこう生み出した時にそれに対してなんかこう、ロイヤリティとか
必要だって言われたら、後から言われたらどうしようみたいなことがあると、非常に特に民間企業の方なんか使いにくいと思うんですけども、そういうことがないようにですね、利用条件をちゃんと標準化して明示しましょうということをやっています。でこれは、データ作成者が著作権を表示するっていうのは、これはデータ作成者というのは研究者なんですね、このデータベースの世界で言えば。でデータベースを作った先生方のその名前をちゃんと表示することで、論文の引用にあたるような形のことをちゃんとやっていただけるようにしようということと、それからいろんな使用条件について、ちゃんと明示することで、初めから見たときにパッと、あ、これはこういうふうに使っていいのねということが分かるようなことにしようとしています。でその表示の仕方の一つがクリエイティブコモンズっていうやり方なんですけども、このクリエイティブコモンズのもともと著作物に対して絵とか、ね、文章とか、ね、そういったものですね、そういったものに対して使われている、著作権の一つのやり方なんですけれども、基本的にはこの再利用してもらう、それから共有してもらう、そういうことを促進するためにの著作権と思ってください。でライセンスのところには、いくつかのこういうマークの組み合わせですね、このマークの組み合わせでその著作者の、意図を明確に表示するようにできます。普通著作権というと、もう01の世界なんですね、法律著作権法でいう著作権というのは、もう著作者がもう絶大な権力を持っている。でもそれを例えばここだけやってくれればいいよ、あとはいいよっていうようなことを言えるようにしようっていうところが、このクリエイティブコモンズという著作権の新しい考え方で、6種類の有料条件を選択することができます。例えば一番こっち側の CC BY って書いてあるんですけど、これはちゃんと引用さえしてくれればいいよ、私が作りましたって、元のデータは私のですということをちゃんとどこから引用しましたって書いてくれればいいですよっていうものですね。で他には例えば、非営利ってこう書いてあるものは営利目的の利用しないことって、これをちゃんと、ちゃんと明示してくれてれば、営利目的の方が初めから使わなかったのにっていうようなこととかがなくなるわけで、そういう意味でちゃんとこうやって個別に宣言してもらえれば、それは非常に分かりやすくなるということかと思います。NBTC ではそのデータベースを帰宅していただいたりするときに、この CC ライセンスをつけていただくようにしています。で一応使っているライセンスの種類はですね、 CC 表示継承、 CC 表示、 CC0 っていうものなんですけど、 CC 表示は今お話ししました。 CC 表示継承っていうのはどういうものかといいますと、その作成者のクレジットを表示することっていうのが倍っていう条件のものですね。それから同じ CC 表示継承で配布すること、ここでその使ったデータと同じ条件で配布する、だからまた例えば当然公開されているわけなので、同じように公開してねっていう意図が、この元々の著作者 の意思ですよっていうことがここでわかるわけですね。であと CC0 というのは、これは特にサイエンスのところで言われているというか、つけられ時々つけられている条件なんですけれども、あえて私はこれは何も要求しませんということをあえて宣言する。ここにパブリックドメインって書いてます。これは公共のものだから、どんな使い方してもいいですよ、私のクレジットもいりません、何も利用条件はありませんということをあえて宣言するためにつけるものです。今までこういうのなかったんで、なんか本当についてなければ使っていいんだか悪いんだかっていうのは本当によくわからなかった。だからこれ逆にこういうのをちゃんとつけてくれれば、どんな使い方もしていいんだなということがはっきりわかるというようなことになっています。であとさっきデータを集める努力ということで、NIH のように強力なファンドでね、次の研究費やらないぞぐらいの勢いでできればいいんですけれども、私たちのところはその研究そのものに対するファンディングをしたりとかそういうことはしていませんが、一応文部科学省とかですね、あとは JST もその初めのそのデータを生み出すところからのファンディングをしているようなこういったのプログラムとかもありますので、そういったところ、それからあと厚労課研や文部科学省の課研費などではこうバイオサイエンスデータベースセンターへの協力ということで、データ、事業で出てきた公開用のデータベースの複製物をバイオサイズデータベースにも置くことということで、皆さんが個別に何かそのプロジェクトの成果としてそれぞれのサイトで公開されているものの複製物をこちらにも置いて、そこに一括であれば皆他の利用者の方がそれをこうアクセスしやすいというような状態にできると思いますので、そういったところにちゃんと置くようにということで、少しずつこういったやり方で皆さんからデータをいただけるような、そういった仕組みになってきています。さて、ここからですね、いくつかのさっき3つの、主要な要求に対する解決策ということでご紹介した、カタログなどについてご紹介します。そこサイトもどんどん資料のところに出てくると思うんで、パソコン今日皆さんつないでいらっしゃると思うんで、サイトに行ってこちょこちょ見ていただければと思うんですけれども、
NBDC のポータルサイト、こういったところです。あの NBDC って多分入れていただければ多分トップに出てくると思いますので探してみてください。40種類以上のサービスがあって、まあ、基本的に生命科学にかのデータベースに関連したサービスに特化しておいてあります。それから、登録何もいりません。今ブラウザ簡単に開くと思いますけれども、であの無料です。無料なの でどこからでも誰でも使っていただけるというようなサービスになっています。でご紹介したその3つのサービスね、カタログと一括検索とデータの一括ダウンロードに関しては、一番左上のこうアクセスしやすいところにポンと並べてあります。ここになります。これからちょっと一つずつ簡単にご紹介しましょう。インテグバイオデータベースカタログっていうのがデータベースのカタログの名前です。で国内外の生命科学系データベースの詳細情報や説明情報を提供するカタログで、収録のデータベース数はもう1500件近くになっています。で中でも、やはりあの国内のプロジェクトで公開されたようなあのデータベースですね、そういったのってやはりなかなか探しにくいということもありましたので、そういったものを中心にあのウェブ上でこうコツコツ探したりですね、あと報告書との情報からいろいろ抽出したりして、あのカタログにどんどん搭載するように、もう日々搭載の努力をしております。で、そのデータベースに対する、記述をあの揃えようということで、まあ、20種類の項目を決めまして、こういったものについてはちゃんとそこに記載するということで、中の人間が一生懸命記載をあの作っています。でそういったデータベースをキーワード検索とか、まあ、カテゴリーからの絞り込みなどもできるように、探しやすいような仕組みもつけています。であとは、ちょっとこれはあのデータそのカタログっていうそのデータベースそのものをダウンロードすることが可能なんですね。あのそれは別にあの、皆さんがそういうふうにするとはわからないんですけれども、まあ、カタログもこのカタログも一つのデータベースで、それについては私たちはその CC0 って何も権利を主張しないということで、皆さんがもしそのこの情報を使って何かサービスをあのもっと私たちよりもいいサービスを作っていただくならそれはそれで嬉しいので、一応そういうことで公開しているということです。こういった画面になります。トップ画面がもういきなりこういう感じで、一番こちら側が絞り込みのいろんなこうプラス開いてもらうと、またなんか動物なら動物でいろんなカテゴリーがまた出てくるようになってますけども、これはきっと皆さんいろんな検索のサイトでもおなじみの形かなと思います。で一番上はあの検索のキーワードを入れるボックスになっています。で真ん中が、まあ、それに今は何も入れてないからこう全部なんですけども、データベースの一覧で、まあ、サムネイルも見えるからなんとなくこうイメージも分かって、あと、説明の、 あの始めのところとかが読めるということで、なんとなくこうデータベースの様子が分かるというような形になっています。でこちらはいろんなメニューがついてて、まあ、そのさっき言ったこのデータ全体をあのダウンロードすることもできるとか、そういったことになっています。で一つ一つのさっきの真ん中に出てたレコードの意味なんですけれども、そこのサムネイルとかそのタイトルのところをポチッとしてもらうと、まあ、オリジナルサイトにいきなりリンクされていますので、結局これはカタログなので、そこで、そのデータベースを一個一個使えるというものではなくて、最終的にはあこんなデータベースあるなって分かったらそっち行っていただくと、そういう誘導のためのものなので、オリジナルサイトのリンクもありますし、それからこの詳細へって書いたところは先ほど言った20項目揃えて一応記載を揃えて書いてますっていうところの中身になりますので、あのいきなりねサイトに行ってもなかなかこれどういうサイトかよく分かんないと思うので、もしあのあこれ私が使いそうなサイトかしらと思ったら、一回こう詳細へっていうのを見てもらって、あこんなことが書いてあるんだ、じゃあ行ってみようということで行っていただくと非常に分かりやすいのかなと思っています。この辺の中身を、私たちの中であの作って、まあ、サイトからこうもちろんタイトルとか持ってくるんですけれども、中のこう記述とかは私たちの中でこう整えているというものになります。で2つ目の一括検索なんですけれども、生命科学データベース横断検索というものをあのサービスをご提供しています。それからこれはコンテンツとしてはだいたい検索対象のデータベース533件です。あの先ほどのデータベースの、カタログの中に入っているものは全部をやっぱちょっと中までぐわーっと検索しに行くってことはできないんですね。そういったところの情報をちゃんと公開していただいているものに関してはこちら側の横断検索のところにデータを持ってきて一括検索をかけることができるようになってますので、そういったものを含めて533件のデータベースを対象にしています。で、検索キーワードを日英相互翻訳していますので、例えばあのインフルエンザってカタカナで入れてもらっても英語の綴りのインフルエンザも全部引っかかるという、例えばそういった形になっています。でその日英の辞書が、京都大学の金子先生が作られているライフサイエンス辞書というのを使っています。なのであの、まあ、あの英語なの日本語なのでこう意味が
実はその分野によってはちょっと違うものもあったりするんですけども、基本的にライフサイエンスに関連した翻訳の仕方をなってますので、そういった意味でも精度が高くなっているかと思います。あとは、絞り機能とか類似キーワードを表示するとかいったいくつかの機能がついていますが、よくその展示会などでこうやってご紹介すると、じゃあ Google とどこが違うのって言われるんですけど、まあ、多分皆さん直感的に Google とは違うだろうということをお分かりいただけるかと思うんですけども、例えば Google でマウスって検索した場合ですね、研究者はもちろんネズミちゃんのマウスを意図しているわけなんですけれども、結果的にはトップに絶対出てくるのは価格ドットコムのマウスなんですね。でもちろん Google はその別に科学に特化したインデックスを持っているわけではないので、これで当たり前なんですけれども、まあ、そういった意味では Google というのはそういったものであるということで、優先的な表れ結果を意図したものとは異なって、実は網羅的でもないというところが問題点です。であともう一つはですね、データベースを対象にした検索だと、一番表面にあるデータと、それからそのデータベースは結構階層構造を持ってますので、下の方にあるデータというのは取れないことが、Google のこういう機械的なクローリングでは取れないことが多いんですけれども、そこが私たちのところで検索できる、検索に必要なそういった目次データを作ってますので、そういったところまで一応カバーするように作っています。で例えばGoogle だとカバー率は公開ウェブの大体 53.2% 程度と言われてますので、そういった意味では網羅性はやはりあんまり高くないと。で、まあ、生命科学に特化したということも考え合わせると、私のところで検索していただくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で対象のデータベース、一応こういったものです。文献とか、それから特許のデータ入れてあります。日本国の特許ですね。それから、私たちのところでやっているプロジェクトに関するいろんなデータベースですね、の中も検索できるようになってますし、もちろん海外のそういった大型のいくつかのデータベースなんかももちろん対象にして検索をできるようになっています。こういった文献と、それからこういった分子情報ですね、分子情報といってももちろん検索する対象のところはテキストのところなので、キーワードで検索するところなんですけれども、そういったものをこう一括で検索できるっていうのがなかなか他にはないサービスかなと思っています。でインターフェースはこんな感じ、まあシンプルにここのボックスに入れていただければいいので、まあ、Google とそういう意味では形は似てるんですけども、こういったものになっています。でここでは先ほど言いましたように、ごめんなさい、これは言ってないですね。インフルって例えば入れると、あなたの入れたいのはインフルエンザウイルスですかっていう感じでよくある機能だと思うんですけど、こういうこともちょっと細かく入れてますので、こういうのも便利に使っていただけるかと思います。であとはですね、こうちょっと細かいチップスなんですけど、データベースそのものの中ガーッと検索いくのと、それから大体どこにどんなヒット数があるかなということを検索できるようなっていう選択もありますし、あとさまざまなメニューですね、こういったメニューがここにありますよということで、これがトップ画面になります。まあ、基本的にはここの Google ボックスをの Google ライクボックスを使っていただければいいかと思うんですけれども、で出てくる、まあ、例えば出てきた検索の結果の一例がこんな形になりまして、これはインフルエンザで検索した結果ですけれども、結果 のヒット数がこのぐらいありますよということとか、まあ、これはそれぞれのところですね、こういったのにヒットしていて、中のちょっと片鱗が見えて、このハイライトされているのがこう引っかかったキーワードです。であと関連語句とか関連リンクとか、またそういったものもありますので、こういったものを使っていただければと思います。ちょっと今日は駆け足でご紹介しちゃってるんで、あまり詳しいこと言えないんですけど、あとは、ナビゲーションバーっていうのは、また絞り込み の機能をここに持たせているので、どんどん絞り込んでいくことができるということで、プルダウンメニューで選ぶような形になっている、そういったものになります。これは実際に使ってみて、自分の知ってるキーワードとかでまずちょっといろいろやってもらった方がいいかなと思うので、後でご時間のあるときやってください。あとはなんか開発者の人がですね、非常にモバイルにこだわってまして、 iPhone とかで見られるようにこんなサイトも作ってます。まあPC を持ち込めないところが、まあ、そういうところに iPhone 持ち込めれるかどうか分かりませんけど、そういうところでお使いいただくこともできるよということで、こういったメニューもありますので使っていただければと思います。で3つ目なんですけれども、データの一括ダウンロードがしたいというご要望に応えるのがこのサービスで、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービス、データベースアーカイブというものがあります。収録のデータベース数は今103件あります。
さまざまな形でデータをダウンロードすることが可能ですし、やはりデータに対してちゃんと説明をつけてますので、まず、まあ、いきなりダウンロードする前にどういったデータなのかということとかをちゃんと確認してからもちろんやっていただくことができます。で、 CC のライセンスはこれは、データはだいたい、ほぼ全てのものが CC 表示継承というライセンスになっています。これはまあ、私たちのところで作ったデータではないので、それ一応提供者の方の先生方の、まあ、クレジットは必要だろうということと、その後やはり同じように公開していただきたいということで、この CC 表示継承というライセンスになっています。対象はとしては今こんなようなものがあります。今もしかしたらこれちょっと103にならないかもしれない、ちょっと古いデータかもしれないけど、まあ、大体カテゴリーとしてはこんなようなものがあるというふうに思ってください。で、トップページこんな感じで、ここに検索ボックスがありますので、今こういった表のところにこう書いてあるこういった記述ですね、こういった記述に対して検索がかかるようになっていますので、そこでまず検索をしていただくような感じですけれども、そうですね。で、データベースの説明ページに行くと、やはりこの項目が、まあ、このずっと下続きますが、こういくつかちゃんと揃えた項目があります。例えばもちろん名前がありますが、どこの誰が作ったのか、それからじゃあこのデータについて何か問い合わせをしたいときはどこに聞けばいいのかとかいうことですね。そういったことがあります。から対象の生物種や、まあ、そういったデータベースに関する説明の内容を一応揃えて、ある程度私たちのところでこう書いてですね、確認していただいてということで、ここで公開をしています。で、ダウンロードするページなんですけれども、まあ、そのデータベースについて後ろに何個も何個もある、後ろに何個も何個もデータがある場合がありますね。例えばこれは先ほどの、 その、トキシコゲノ、トキシコのデータベースなんですけれども、そこの、データはどの後ろにいろんなデータがあります。なのでこういったデータをダウンロードするファイルをページを別に作ってありまして、それに対してデータファイルをそのまま一括でまずとりあえず持ってきちゃうという ZIP 形式のダウンロードもできますし、それからデータの中をある程度検索して絞り込んでからダウンロードするというようなことでもできるようになっています。まあ、これはデータベースごとにでいろいろページの形式も違うんですけれども、まあ、大まかに言うとこんな感じでデータを検索してダウンロードしていただけるということになっています。で、今までその3つのデータベース検索データベースに関するサービスについてご紹介したんですけど、ここでちょっと1つだけ人に関するデータ関連のサービスということでちょっとご紹介したいと思うのが、まず医学プロジェクトに来るデータ共有が実はいろんなところで進んでいます。で、世界的には例えば国際がんゲノムコンソーシアムというところでは、もう2008年から活動しているんですけれども、日本もここに参加していて、50種類のがんについて、まあ、日本はどこを分担しますということで、がんの細胞のゲノムを読んで登録してどんどん公開するということをやっています。もう迅速かつ無償で公開というのは条件で、このプロジェクトに皆さん参加されていて公開をしています。2015年6月16日には19回目のデータ公開を実施して、1万3000症例ぐらいのがんゲノムデータがもうすでに公開されている、こういう状態なんですね。で、それ以外に今度はアルツハイマーディジーズニューロイメージングイニシアチブ、アドニーと略して呼びますけれども、ここもアルツハイマー病の早期発見や進行度を測るマーカーの発見をするために、患者さんだけでなく予備群、それから健常者も含めて脳のスライス画像とかそういったものをやはり臨床データなんかと一緒に公開するということをやっています。これもまあ、ある程度の品質管理なんかをした後は速やかに公表するということが条件で皆さん参加されているということで、アドニーに参加する研究者や製薬企業、普通は例えばコンソーシアム組んでその人たちしかアクセスできないとかするんですけど、そんなことじゃなくて誰でもアクセス可能なんです。検索してみると分かります。そういったことを今もう世界では始めてるんですね。で、それ以外に、そのアドニーなんかの動きとも絡めてなんでしょうけれども、あとグローバルアライアンスフォージェノミックアンドヘルス、これもやはりゲノムとそれから健康医療に関する情報を一緒にこうみんなで共有したい、そのためにはどういうふうなことをしたらいいのかということをみんなで一緒に考えましょうというようなこういったデータ共有の動きもあります。で、ここにはパートナーとして34カ国から341の団体が一応参加表明していて、今そのなんかこう、なんて言ったらいいんですか、試験的なことをいろいろ模索しつつやってるところなんですけれども、ここに NBC や TBC です、それから後からご紹介する DDBJ も参加していて、そういった
もうゲノムと健康情報まで含めてどうやったらみんなで共有して研究を進めていくことができるのかということを考えるということになっています。それで実は日本にはもともと人のデータを、集めて皆さんに公開するっていうような仕組みがなかったんですね。っていうのは、人のデータってやはりもしかしたら個人につながるかもしれないという危険性がありますので、やっぱり何らかのこう、アクセス制限が必要だということで、そういった仕組みがなかったので、それを NBDC で作りました。アクセス制限に必要な人のデータを収集公開する仕組みということで、このさっきの3サービスの紹介をしたその下のところにある NBDC 人データベースというのがそれになります。でトップページはちょっとだけ見せてますけど、こんなような感じのトップページになっていて、データの利用とデータの提供についてどういうことをすればいいかということをガイドするページとか、またあとそのガイドラインですね、その提供する使うにあたってのルール、そういったものを皆さんにご提示して、データをデポジットしていただきたいし、それからデータを使っていただきたいということをやっています。NBDC 人データベースに関しては、人に関するあらゆるデータが対象です。ゲノムはもちろんなんですけれども、画像だの、例えばその、検診データとかも預けてくださる方がいれば私たちのところは全部受けましょうということをしています。ただし匿名化された情報だけです。個人の情報が全部くっついた、例えばそのカルテ情報とかですね、そういったものはちょっと私たちのところで預けていただけないので、そこは匿名化してくださいということをお願いしています。で、私たちのところに預けていただいたデータを見て、あ、こんなデータがあるんだ、こんなデータの後ろにじゃあもっとこのデータをフォローしたいというようなことがあったらば、じゃあそれはさらに個別に共同研究をそこのデータを提供していたところと結んでいただくような形で、私たちところで見て知っていただいてそこへつながると、そういうことでもいいかなということで、そういうやり方をして匿名化されたものだけということにしています。それから、データ提供についてもいろんな第三者の研究者の方と共有していいかというようなこととか、あともちろん利用する場合は審査が必要になりますけど、その審査は全部 NBDC が実施します。普通この先生がこんなデータを持ってるだったら共同研究しようっていうふうにすると、その大学と個別に全部例えば大学と個別に全部この共同研究のための倫理審査通すとかいろんなことをやらなきゃいけないと思うんですけども、そういうことをやらなくていいように、割とルールをシンプルにして、その NBDC が審査を全部実施するということで預けていただいて、いうやり方にしてますので、そういう意味ではデータを提供していただく先生方にもあまり負担のないようにしようかなというふうに思っています。であとは指針、これもちろん例えばヒトゲノム指針ですとか、あとは最近変わった統合指針っていう人に関する研究に全体に関わる指針があるんですけれども、そういったものが順々に変わっていくこともありますし、社会、例えばゲノムに対して皆さんが一般社会の人たちがどういうふうに思うかということとかもだんだん変わってくると思うので、そういうところも変わってくるなら来るで、そこに柔軟に対応しようということを方針としてやっています。で預かっているデータというのはこういったものになります。オープンデータ、これはもうウェブサイト等から制限なく公開しているものなので、これについては言っていただいてもダウンロードしていただくということができるようなデータです。それからこの制限公開データ、ここが利用に際しては審査が必要になるデータになります。からあとは公開待機データというのは預けてもらうんだけれども、論文公開なので保留しているデータの中にある、いずれこういうふうにオープンなり制限公開で公開はしていただくということなんですけれども、そういったものが中に入っています。でデータ共有のためのいろんなちょっと手続きがあるんですけれども、NBDC 社の中には、データ共有分科会というのがありまして、そこでその共有のためのガイドラインと、それからその共有したそのデータをどういうふうに取り扱うべきかというセキュリティに対するガイドラインですね、こういったものをちゃんと決めています。実はそういったゲノムデータとかそういうのってどういうセキュリティ環境で扱ったらいいかってどこにもちゃんと書いてなかったんです今まで。なので、妥当、この辺が妥当かなと思われる線を私たちでちゃんと文字に落としてチェックリストとかも作って、一応分かりやすくなるようにここで整えています。でこういったルールに基づいて人データ審査委員会というのは別に共有のルール作る会とは別に立ててありまして、ここがこのルールに照らし合わせて提供されるデータがちゃんと共有できるものか、それから利用する人に対しての審査というようなことをしている、そういった別の審査委員会を設けてここで審査をしています。
で例えば提供者の人が、申請をします。この時必ず、まあ、インフォームドコンセントとかですね、あと、ご所属の ご所属の機関の倫理審査などが必要になるんですけれども、そういったもので申請いただいて承認されると、データをデータベースに送っていただくということになります。でその際に、まあ、データをオープンにするか宣言公開にするかとか、データをいつ公開するかとか、あまり先だと困るんですけど、1年とか2年とかそんぐらいにしてほしいんですけど、まあ、いつ公開するかとか、あとはその特別な中利用制限がある、例えばがん研究にしか使っちゃダメですとか、そういったあの、まあ、基本的にインフォームドコンセントで規定されているような特別な制限事項があればそれをお聞きするということになります。でここで提供者の人にはじゃあ何がいいかというと、ID が付与されるんですね。で最近あのもうあの例えばその、NGS の次世代シークエンサーのデータとかも、うん、全て、論文化するときには ID が必要になりますので、こういったところあのデポジット、公的なデータベースにデポジットすることができないと ID もらえないので、そういった ID を私たちのところで付与することができます。だから論文等に利用可能になっています。で利用者の方はデータ利用についての倫理審査が必要です。なのでこの申請をするときにそういった倫理審査をちゃんとしてますよということを出していただいて承認されます。でその時重要なのがあのちゃんとセキュリティが確保されているからですね。利用者の人の環境でちゃんとセキュリティが確保されているかで、まあ、そういった意味で分かりやすいチェックリストを作って確認していただく、そのチェックリストを出していただくことで私たちのところを確認しています。で、まあ、制限公開データの方だけですけど、このアクセスのための ID パスワードとかを出してアクセスしていただいて、あとはまあ利用者の方に関しては利用状況をちゃんと報告していただくと、こういった義務がありますが、まあちゃんと手続きさえ取っていただければ、あの研究者の方のことはあのちゃんと使えるような、そういった仕組みになっています。で制限公開データの保護に関しては今のセキュリティっていうんですけれども、あのセキュリティって申し上げてるんですけども、それはあの LAN の中のサーバーでのみ使用とか、コピーはしちゃいけないとか、まあそういった結構具体的にこういったものが書いてあって、まあ、そういったものもちゃんと落とし込んだチェックリストをちゃんとあの出していただくということで確認をして、利用する方にも認識していただくような形になっています。で全ての通信経路を暗号化するとか、今いろんな条件があるんですけれども、あの一つはこれは標準的にこれだけのことをやってくださいねって今申し上げているあのセキュリティレベルなんですけども、これ以外にあの特にまあインフォームドコンセントの中でこういうふうにあなたのデータを守りますっていうふうに歌っている時があって、例えば、そのデータを格納しているサーバーについてはちゃんと入室管理もやりますっていうようなこととかを歌っている場合がありますので、そういった場合は そういったあの入室管理のところも含めた、ハイレベルなセキュリティをちゃんとこのデータに関しては必要ですというようなことであのご提示して、そういうことをちゃんとやってくださる利用者の方だけに出すということになっています。データについては先ほどのトップページのちょっと下の方ですね、下の方にずらずらずらって今まだそこにリストがある状態なんですけど、ここにこういったデータが置いてあります。で中は、今オープンのデータが6、制限公開が15で、裏にあるちょっと数は言えないんですけど、公開を待っているデータがあります。で、ここの一つ一つのところをちょっとクリックしていただくと、例えば研究内容の概要とか、どういう分子データが入っているかとか、まあ、提供者に関する情報とか、論文がもう出てれば論文もありますしっていう情報と、それからこのデータを誰が使ってますって情報を出すようにしています。それは一応利用者の方に利用する際の条件として私たちお願いしてるんですけども、何に使ってることは書きませんけれども、このデータをここの人が使ってるっていう名前だけは出るということになっていますので、はい、それだけはお知らせしておきたいと思います。で実はデータの格納に関しては後からあのお話を午後にお話があると思います。 DDBJ さんにご協力をいただいておりまして、私たちはあの、これであの一応共同研究をしているんですけれども、JGA という名前のデータベースを DDBJ さんの方で作られていて、ここにその制限公開のデータについては入れていただくということで、ここにちょっとバイオサイエンスデータベースセンターなんて書いてありますけれども、ここを一緒にやってます。で DDBJ に関しては先ほどもお話ししましたように、その INSDC っていう配列データの世界的な枠組みでこういった形であのアライアンスをまあ組んでいるわけなんですけれども、実はそれぞれのデータベースのところにもうあの、同じようなデータベースあります。例えば NCBI は DBGAP っていうのがそのデータベースに相当します。
EBI の方では EGA と、ちょっと JGA と名前に似てますけどね、EGA とい う, こうデータベースがありまして、ここがやはり同じように制限公開の人データを扱うそういうデータベースになっていて、で、まあ、その、同じ、まあ、相当するものということでこの JGA というデータベースが DDBJ で作られておりましたので、で私たちはその NBDC としては一緒にやりましょう、でついては私たちがデータの審査をやるので JGA さんはデータを安全に格納することをやってくださいということで、実際ですから研究者の方はデータ の, 受け渡しはですね、実は JGA の窓口に行ってやってることになるんですけど、まあ、初めはこっちから入っていただいて、最終的にそのデータのやり取りをするときにはこっちからやってねということでご案内するというような形でやっております。人データを扱うデータベースに関する指針は先ほどもちらっと言いましたけど、一つまあゲノムであればですね、このヒトゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針というのもあります。すべてのヒトゲノム遺伝子解析研究に適用されますので、まあ、ゲノム解析をちょっとでもやるとこれにかかっちゃうんですけれども、これ実は平成13年にできた指針ですが、平成25年全部改正になっていて、またこういったことを私たちも参照しながらガイドライン の, ルールを決めています。で、それとさっき人もう一つ統合指針という簡略して呼ばれるんですけど、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針というこういうのがありまして、これはもともと疫学研究に関する倫理指針というのが、文部科学省と厚生労働省で平成14年からできていたものと、それから臨床研究に関する倫理指針というのが厚生労働省さんの方で単独で作られていたものがあったんですね。ただ疫学研究も臨床研究も、まあ、もちろん割と人を対象としたその医学的な研究であって、ほぼオーバーラップするようなところもかなりあるということもありまして、これを一緒にするということを、まあ、文部科学省厚生労働省の方でやって、平成26年も昨年 の, 後半の方にこの人を対象するというこの倫理新たな倫理指針ができました。でこの中でデータベースとか資料のバンクも臨時審査を受ける必要があるということが、まあ、一応記載されているので、私たちのところも今まで私たち自身が臨時審査を受けるということはあまり想定してなかったんですけども、最近になってちゃんと臨時審査を受けなきゃねという話で今は進んでいます。実際に私たちが研究をするわけではないんですが、まあ、こう研究に使うもの、そういったケアを要するものを扱うということで、こうちゃんと臨時審査を受けましょうということで進んでいます。それからですね、実は個人情報の保護に関する法律があるのをご存知だと思うんですけれども、これの上位にあたる法律、これ指針なので、指針というのは法律よりも弱いんですね。で必ず何かこう、上を見た時に何かの法律に従ってって言いますか、そういった形で指針というものがあるんですけれども、それが個人情報の保護に関する法律なんですよ実は。それで今個人情報の保護に関する法律も実は見直しが進められていて、パーソナルデータとかいう言葉とか新聞とかでなんか時々見たことあるかもしれませんけれども、この、見直しがですね、今実はちょっととある省庁さんで情報が漏れちゃったりして審議が止まってるんですけれども、実はそれが今後変わって、これが新たに適用されるということになりますと、今はですねゲノム指針の中では匿名化されていれば例えばゲノム情報とかも個人情報ではないと一応書いてあるんですが、ここのところでもしかしたらそのゲノム情報っていうのは要配慮個人情報というようなちょっとなんか言い方がもうなんか まどろごしい言い方なんですけど、そういったものに該当してだとすると個人情報なんじゃないのというような考え方もありですね、今その適用がどうなるかということを非常にこう戦々恐々として私たちは見守っているという状況になっています。こういったものもありますので、今その個人情報ですね、パーソナルデータに関する検討会ということで、検討当初遺伝情報が対象外だったんですよ。ところが要配慮個人情報という概念出されて、なんか国会答弁ではそういうことが言われてたりするので、これは配慮しなきゃいけないのかなということで非常に気にしています。はい、ちょっと駆け足できたんですが、最後またその他のサービス例ということでいくつかそこに出ています。資料の方にも出てますので後でご覧いただいてもいいんですけど、新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合テレビっていうのが実はそのいろんな面で役立つサービスかなと思って簡単にご紹介したいと思います。これについては NBDC のトップページではこちらの右側の上のここで紹介しています。で統合テレビに関しては DB やツールの使い方講演を動画で配信するようなそういったものです。
絶対見たことあると思いますよ。検索すると結構出てくるんで。それで動画数はもう860本以上ありますし、ツールなんかの使い方ですと日本語で吹き出しが出てるその画面のところをこうカーソルが動くみたいな、そういったもう動画なので非常に分かりやすいと思います。もう5分とか長いものでも10分のものはないかなというくらいで簡単にまず見ていただけると思うんで、あとはでも講演の例えば今日もですね、実はその撮らせていただいてるんですけど、こういった講演の動画も皆さんの参考になるので、後から公開していきます。こういうところでどんどん公開しています。こういうのはだから1時間ものとかちょっと長くなるんですけども、そういったものもありますのでご参考にしていただければと思います。本日いろいろ紹介したようなサービスなんかについても検索していただければ名前が出てくると思いますので、なんか使い方よく分かんないなと思ったらそこをちょっと見ていただくといいかなと思います。あとは新着論文レビューというのは日本語による英語論文の解説記事なんですが、特徴的なのは、いわゆるそのトップジャーナルっていうところに日本人が第一著者で書かれていたものにその人に解説記事を書いてもらっています。で、解説記事もそれに関するだけの解説記事じゃなくてそのバックグラウンドを含めての解説なので、非常にちょっと門外観でも一応分かりやすくということを目指して、こういったレビューなのでね、ということで分かりやすい日本語で分かりやすくということを目指して作っています。もうすでに830部以上ありますので、これもどんどん日々で割と新しく、公開されているから1ヶ月以内とかなんかそういう感じで必ず本当に新しいものをどん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 追加するというふうにしてますので、ちょくちょく見ていただければ最新のものが出てくるかと思います。で、これ CC BY で配布しています。というのは文章も書き下ろしていただいてますし、それから実はそこに使っている図ももう一回書いていただいたり、それをまたこちらでトレースして出したりとかしてますので、著作権はフリーになっていますので、この、書いていただいた先生の名前さえつけていただければ引用していただいて構いませんというようなことで、自由に結構使えるようなコンテンツになっています。同じように領域融合レビューというのもあります。これは先ほどのはその新しく出てきた最先端のものですけど、これは学問分野とか領域を対象にした日本語レビューなので、もうちょっとまとまった大きめのレビューになります。これも同じような条件で、配布されてますので、これこそなんかこう引用して使っていただくのに使えるかなと思いますが、一応こういった学会さんから協力していただいて著者の先生をご紹介いただいて、今は46本公開をしています。ということで、サービスについてちょっと駆け足でご紹介して、ものはたくさんあったかもしれないけれども、結構言っていただければもう直感的に使えるものばっかりなので、皆さんぜひご自分で興味のある部分は使っていただければと思います。で、終わりになんですが、先ほどNBTC の紹介のところでミッションの中にこうあった一つの項目で不祥感のデータベース投稿っていうのがあるんですけども、先ほどもちらちらっとご紹介した、文科省と経済産業省と厚労省と農水省、こういったところが実は、生命科学に関して日本で、いろんなプロジェクトをやったりもしてますし、自分たちのところでデータベースを集めるというような努力をされているところなので、ここで、皆さんと一緒に協力をしましょうということで、こういったサイトを作っています。4省の生命関係データベース統合を目指してということで、データベースを探すとかなんとかとかこういうのありますけど、実はもうすでに先ほどご紹介したそれぞれのデータのところに、そのもちろん4省のすべてのデータがもちろん入っていて、もう一つ口がここ別にあると思っていただければいいんですけれども、そういった形で今なるべく日本で公的な資金でやられた情報が皆さんがハンディに使えるようにということで、こういったサイトを作っているというご紹介をさせていただきたいと思います。で、世界との連携、国内の連携でいろんな枠組みがあるんですけれども、実はまだまだデータ共有に対する課題っていうのがまだまだ本当に解決された状況にはなっていません。で、国レベルのルールやガイドラインがまだない部分もたくさんありますし、それからさっき言ってた人データですね、私たちのところでガイドライン作りましたけれども、実はそれはいろんな指針とか法律とかを一応準拠しながら私たちのところで整えたもので、それがなんとなくそれがだんだんスタンダードになっていけばいいなと思いますけれども、本当に本来であれば国がそういうことをもうちょっと主導してやってほしいなと私たちは元からは思っていますので。で、今Aメドって新しくできましたよね。ああいうところはもちろんその人に関する研究を推進する、もちろんトランスレーショナルなもっと創薬に近いところも含めていろんな研究をされるところなので、そういったガイドラインとかもそういったところも一緒に協力してなんかこう作っていくのかなというような感じで思っています。
で、ただバイオインフォーマティクスと言われる人材ってまだなかなか人数がいません。なので、そういったところを人材をどうやって育成していくのかということとか問題になるんですけども、そもそも先ほど紹介した NCBI とか EBI とかと比べると私たちのこの4センターを まとめても全然太刀打ちできない予算額で向こうはやってますので、そういったところどうやっていくのかなっていうのが、まあ、不安もありつつ、でも日々私たちも頑張っているようなところです。はい、長々とお話をさせていただきましたけれども、いくつかなんか引っかかるサービスがありましたらまた使っていただければ幸いですし、また使い方よく分からなかったら統合テレビ見るなり、私どものセンターに、お問い合わせいただくなりしていただいて、皆さんの研究活動などに有効に使っていただければと思います。ありがとうございました。はい、はい、質問とかあります？今日一日私その辺うろうろいますので、もしあれだったら捕まえていただいて後ほどでも結構です。はい、はい、ありがとうございました。